冷蔵庫の裏側となりますが、壁紙がボロボロなので、今回はこちらを修復したいと思います。まあ補修とは関係ないのですが、なんでこんなことになったのか経緯を話しますと、うちのハムスターが脱走してここに隠れて巣作りを頑張った結果です。紙を集めて暖かい布団をね作ろうとした感じ、結局途中で諦めて靴の中で寝ていました。この巣を見ただけで愛くるしいですね。ということで補修をね開始したいと思います。でこちら材料と道具となります。こちら壁紙で、こちらが壁紙用の道具で、チベラとなでやけ、ローラーとタクベラとなります。壁紙用のノリとハケと、部分補修だとジョイントコークでもねいいと思います。あとはカッターと、あと最後に水で拭き取るのでスポンジかウエスがあるといいと思います。壁紙は同じものを用意します。はっきりと同じものを見つけるのは結構大変で、見た目ではなかなか判断つかないので型番を調べる必要があります。こちらは同じような柄ですが、実際は結構違くて、まあ、最悪多少違くても目立たないところでしたら大丈夫だと思います。まあ経年劣化のある壁紙の場合は新品を貼ると逆に分かってしまうので、まああまり気にしなくてもねいいのかと思います。ではまずこちらをねきれいに整えます。カッターの刃の方は必ずね新品に書いておきます。はい、こんな感じでいいと思います。貼り付ける壁紙を少し大きめにカットします。糊をつけます。では壁紙を貼り付けます。一応自分で分かりやすいように目印の方はねつけておきます。糊はベタついても大丈夫です。ある程度貼れたらなでばけで鳴らしていきます。なでばけを使うと貼りやすいと思います。若干浮いてるので少しのりが足りないのかも。まあでもね大丈夫です。では次に壁紙をカットします。重なっている部分をカットします。まあ、少し厚みが出るので分かると思いますが、分かりにくい時は目印をつけるとねいいと思います。壁紙を重ねてカットするので、
カッターの方は少し紙に入れてカットしていきます。カットが終わりましたら少しめくって内側の古い壁紙の方を剥がしていきます。内側を剥がしたらそのまま貼れば終わりです。こんな感じでぴったりになります。でこのまま貼ってもいいのですが、こちらジョイント工具を使うと剥がれにくいと思います。いわゆる内工具ですね。こんな感じで貼り合わせていきます。最後にローラーを使って圧着する感じでね、貼り合わせていきます。やはり経年劣化があるので少し色がね違いますね。まあこれは仕方ないですね。では最後に水拭きで糊を拭き取ります。はい、こんな感じで完成です。まあ、数回壁紙を貼った程度の素人ですが、壁紙に関しては比較的簡単にね、できると思います。はい、こんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。